よいしょ、リップ塗ろうっと。うんいい感じ。まん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 。今日ね、可愛くしないとな。可愛くしないと。まんまんまんま。どうかな。あ、いい感じ。今日はこういうね、ピンク色の洋服着てまーす。イエーイ。ふぅ。イエーイ。イエーイ。イエーイイエーイイエーイ。いい何がいい。いいじゃない。いい明日は特別スペシャルで。プリンセスみたいだね。はい、あ、違います。プリンセスみたいだねって言われたいんじゃない。申し訳ないけど、急にそんなテンション高になられてもちょっと困るわ。どうしたのかなって思っちゃう。うわ、あ、遮光カーテンじゃないのちょっとやだ。遮光カーテンがいいなって。あー、違う全然違う。遮光カーテンよね。違うこっち来て、うーくん。今日はいい日だね。うーくんね、今日いい日だね。今日ね、天気いいね。ちょっと忙しい仕事が僕終わりまして、ね、帰ってきて、うん、で一緒にモーニングとか行っちゃったりしてね。ね、そうだよね、うん、モーニング行ったね。うん、で、ね、いい日だった。いい日だったじゃない、うーくうーくうーく。ん、どうしたの。違う、求愛行動とかじゃない、別に。それで近寄ってきてほしいとかじゃない、別に。違う、そうではない。ツボです。かわいいね。違う。今日は嬉しいんだけど、今はそれじゃないかな。ん？何ですか？今日何の日か分かってる？分かったわ。今日は3月14日。そう！サウナ石の日です。サウナ石の日だったか。ごめん。分かったわ。そういうことね。分かった。ごめん。ルー君、サウナ石の日って何？本日のアロマは私、柴田の頭皮の香りでございます。こちらのアロマはですね、不快感およびに、不眠効果、そして最悪だな、血糖値が上がるというね、最悪だな、効果を持っております。本当に頭皮の匂いしてきた。違う。座って。3月14日、サウナストーンが欲しいな。違うサウナストーンが欲しいんだね。違います。オイルでよ。何？オイルレゴロ。オイルレゴロ。聞こえ。オイルレゴロ揺れろ。ん？じゃあはっきり言って。今日はオイルレゴロ揺れろかな。動物の森の気持ち悪いモグラ。おわ、無事のブラで入っていただきありがとうございます。おやりもであらゆる。分かってるってこと？じゃあ。テレ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 テ
あるかも。あるよ。あるかも、うん、ホワイトデーのお返しあるかも。やー、うん、あるから、あるから。ゆうくん、ゆうくん、なんか今一通り探してきて今ここに来たけど、どうでバレた、あれ忘れてバレた、申し訳ありませんでした。あーちゃん、そのために可愛い格好してリップを塗って舞を踊ってたんだね。そうだよ、今日はさ、ホワイトデーだからさ、チョコもらえるかなと思ってさ、こうやってさ、待ってた。なんもない。なんにもない。ないよね。もう何年やってんのって話だし、まあ、わかるよ。わかるよね、うん、ごめん。忘れちゃう気持ちわかる。だって私も、うわって思ったもん。ギリ次の週に届けたって感じだったけど、私はそうそうそう、あーちゃんも1週間遅れてるから、そうそうなんだよね、うん、まあ、今日なくてもまだ猶予があるかな。うん、だよね。うん、あーちゃんは絶対品川駅で買ってきたなっていうやつだったからね。まあ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 、品川駅で買ったでしょ。まあ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 、そんなことない、品川駅じゃないよ。あれ自分で作ったって言って、あのマッキーでね、いつもありがとうって、あの画像載ってるかもしれないけど、くれたけど、あ、絶対品川駅で買ってきてるから。残念、恵比寿駅です。あ恵比寿駅のちょっと美味しいクッキー屋さんがあるんだけど、クッキー屋さん、お菓子屋さんで2個ぐらい買って、箱にメッセージいっぱい書いて、愛してる愛してる大好きかっこいいって書いて渡しました。じゃあ俺恵比寿駅からバレンタインでもらってるってことだよね。じゃあ俺恵比寿駅に頼んで、あーちゃんのバレンタインを作ってもらったの。じゃあ俺恵比寿駅にホワイトで返せばいいってこと、ね、違うよ、あれを買って届けようと思ったのはあーちゃんの意思だから、うん、この人に。じゃああーちゃんの斡旋で恵比寿駅さんは俺にプレゼントくれたってことね。恵比寿駅さんってやめてくんない。私がその説は本当にありがとう。うん、でも1週間遅れてるよね。まあ遅れた。でもさ、うんくんさ、昨日余裕あったよね。昨日さ、なんかさ、新宿伊勢丹久しぶりに行ってたよね、ちょっと買い物して。まあ、久しぶりに東京来たから、うん、行ってたよね。息子と行こうと思って。うん。え、デパ地下とかあったよね。完全にあった。完全にあったよね。ホワイトデー祭り今やってるよね、多分。そういうデパ地下とか。バチボコにやってた。え、本当にない。確認なんだけど。今はこれ振りで、うん、ありますよっていう。じゃあ買ってるよってじゃない。本当にないです。え、思ったんだけど疲れちゃった。疲れちゃった。うん、まあ、ポンス連れてってたしね。そうだから一回デパートのおもちゃコーナーとか行くじゃん、うん、子供の、うん、でそこでもう一通りいろんなおもちゃを遊んで、うん、じゃあこれとこれ買おうっつって買ってたら、まあ1時間ぐらい経つじゃん。うん、まあ1時間ね。で、その次の、その次の1時間。で、俺の目的としては、うん、もう最近全然服を買ってなかったと。うん。まあ今この格好で言うのもあれなんだけど、私、うん、買ってもね、ちまちょごりだもんね。だからありえないジャケットと、嘘みたいな靴を買おうと思って行ったんだけど、うん、伊勢丹にありえないジャケットと嘘みたいな靴買おうとしたの。そう。嘘じゃん、これっていう。嘘みたいな靴とありえないジャケットっていうワード初めて聞いたよ。でもなかったから、なかった、うん、まあ、で、なくて、で、その後どうなった。で、よぎったよ、うん、よぎったんだ、よぎったのに。デパ地下にホワイトデー店とかやってんだろうなと思って、うん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 、よぎったんだけど、うん、惜しい、あとちょっとよぎって、よぎりきれなかった、よぎりきれなかった、よぎりきれなかったっていうのはもう分かんないんだけど、あと一歩そのデパ地下に行こうっていうことはなかったと。よぎりきらず、これはよぎり切らず。でもよぎっただけよくない？
まあでもこれはビューンってよぎっただけよくない、ね、よぎっただけいいかもしれない。しかも昨日の時点で俺言ってたよね、うん、わあ明日ホワイトデーだなって言いながら家出てったじゃん、うん、出てたね、うん、出てったから結構まあ、っていう気持ちではいたんだけどね、うんないかまだ期待してるんだけどね、ちょっとないです、ないですないんですよ、皆さんそんな簡単にはもらえないんです。昨日、俺一人で行ってれば、うん、買ったかもしれないねえ、うん、そう忘れたってことでしょ、じゃあにゃそんない、あげる価値ないってことでしょ、そうしたことないって。でもじゃあ分かった、今から行く、え今から行く、今から行く、あ、じゃあチョコが好きなんだよ、チョコとクッキーとチョコが好きなんだよ、あ、ちゃんチョコがいるでしょ、チョコ、え、チョコいらない、チョコいらない、島のチョコいらない、この韓国の民族衣装いらない、チョコいらない、チョコが欲しい、あなたにチョコをプレゼント、ウー君、いらないよね、ちょっとマジでホワイトデーはね、うん、俺一番忘れるかもしれない。あ、ウー君去年はくれたんだよ、覚えてる？覚えてない、ウー君ね、自分が何をやったかも全然覚えてない。じゃあずらせない、俺ら ずらす1週間1週間ずれた日が、うん、そういう日ってことでしょ。あ、まあ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 、だって俺らの中だけでずらせばさ、うん、なんか世のバレンタイン商戦の余り物の安いチョコを買えるわけじゃん、うんうん、おお、お買い得になってるんですね、うん、うん、そうやってやった方がいいと思いませんか？あえてお買い得の時期を狙う必要はないと思いますよね。世の家族は自分たちだけの記念日を設定するべきだと思うんですよ、うん、はいはいはい、だから全てのカレンダーを、うん、もう10日間ぐらいずらすって。だからクリスマスは1月5日とか、うん、やだな、明けましておめでとうございますってやって5日後にメリークリスマスって、そう、あ、そ、年越しをずらさないんだ。年越しはさすがにないとずらせない。年越しはずらせないね、うん、うん、クリスマスはずらせる、うん、分からんわ、なんだそれ。誕生日とかもずらす、ずらさない、ず、誕生日はずれるもんじゃないよ。ずらそう、ずらそうとかじゃないで、うーくぐちゃぐちゃだよ、うーくずらしてもずらさなくてもいい。いや、忘れたでいいじゃん。じゃあホワイトデー忘れたから1週間後あげるねにして、じゃあビタ漬けの日にさ、うん、もらっても、うん、はいはいって思うじゃん。思いません、別に思いません。あ、今日ね、いやいや思いません、嬉しい、嬉しい、やったーって思います。その執行猶予の時効ギリギリで捕まえた方が嬉しいじゃん、うん、犯人。別に犯人じゃないんで、普通に今日ホワイトデーだな、楽しみですよ。執行猶予ギリギリで犯人捕まえる話の何がどこが。現行犯逮捕か、その歴戦の刑事が一人の犯人をずっと追ってて、あれのあいつの時効がもうすぐギリギリだ、うおーバシッ捕まえた、間に合った、関係ないです。どっちがいいんですか。どっちがいいとかないです。まあまあ、じゃあそれで言うと私は現行犯逮捕派なんですよ。はい、今やった捕まえたの方が好きなんですよ。でも本当に優秀な刑事だったら、うん、現行犯逮捕の前に対策を打って、前から前々から対策しといて犯罪を起こさせないっていうのが大事じゃん。でその理論で言うと、絶対にホワイトデーに間に合うように1週間前に買っておく。だから俺がホワイトデーを忘れないためには、ホワイトデーをこのあげるという行為、犯罪をね、うん、起こさないためには、あーちゃんからバレンタインをもらうっていうのがまず、うん、それを受け取らないっていうパターンもある。どんだけホワイトデーが嫌なんですか？刑事で例えたらね。刑事で例えるな。え、でもないの？もう今日ないってこと？ホワイトデーない？ないの、ないの。あーちゃん目つぶって。ないよー。ないんかい。いやでも、執行猶予期間中に何とかします、うん、じゃあなんか楽しみにしてるね、面白いチョコ、面白いチョコね、うん、分かってる、うん、頑張ります。じゃあ楽しみにしてます、バイバーイ。